停車中の2300系高野海駅は、和歌山県糸郡久戸山町大和座市で8から1に、ある南海電気鉄道高野線の駅。標高108メートル。駅番号は NK81。交換設備を備えた、島式一面二線のホームを持つ森土駅である。ホーム有校長は17メートル車4両分。南場駅よりには、 事業用車両の留置線があり、西側には昔の貨物ホーム跡が残っている。駅舎はホームの東側にあり、ホームとは校内踏切で連絡している。また、自動改札機はスルッと関西及びピタパに対応しているものの開閉式となっていない。現在は無人駅のため窓口は閉鎖されている。 当駅始発列車の大半は、南馬方面行きホームである2番線で折り返す。1番線から南馬方面への出発、2番線から極楽橋方面への出発も可能である。2番線に折り返し列車が停車している場合は、南馬方面行き列車が1番線に発着する。発車ベル出発時期合図を備えており、折り返し列車が発車する際はベルが鳴る。当初は南馬方面が、 電令音、極楽橋方面がブザー音だったが、現在は両方向とも電子音に変えられた。当駅発車前に運転士は電気制度を切り離しを行う。乗務員室制御盤には電線切なっぱなしと記されている。スイッチを ON オフするだけで、南馬業発車前に切り離し ON、極楽橋業発車前に切り離しオフにそれぞれ切り替えている。 高野下という駅名から、高作線乗り換え駅の極楽橋駅と勘違いして、降車する客が後を絶たないため、駅構内の掲示物で注意を促している。当駅以南は50パーミルの急勾配と、半径100メートル以下の急カーブのために最高速度が、時速33キロメートルまでに抑えられていることから、極楽橋駅までは10.3キロメートルしかないにも、かかわらず、 平均約25分の所要時間である。2009年3月、高野花鉄道プロジェクトの一環として、2番線ホームの線路際に花屏風が設置された。当駅には12種類、約790株の花が植えられている。2019年度の1日平均乗降人員は86人で、南海の駅では95位である。駅の東を、 不動谷川が流れている。国道沿いに昔ながらの集落が見られる。駅舎の真下にある道路はかつて存在した高野山森林鉄道の路線を整備したものである。1912から1960年にこの付近から高野山大門まで物資運搬用の高野作道が存在した。展示ツリーのコレール2010年12月8日、荒野花鉄道プロジェクト及び 高野戦前戦開通80周年記念事業の一環として、当駅のホームに南海思い出ミュージアムが新設された。全国の大手私鉄の駅の中で初の試みである。駅舎の駅名板が昭和初期のデザインに、ホームの駅名表が荒野花鉄道タイプのものにそれぞれ置き換えられたほか、展示ツリーと展示ケースが設置された。展示ツリーには、 国内外5社のコレールを固定して展示している。また、展示ケースには、レールに固定された犬釘や実際に車両に取り付けられていた車掌マークなどを展示している。このほかホーム岩屋に3箇所あるコレールを読みやすくするために、研磨するとともに、刻印されている内容も表記されるようになった。地方鉄道運輸開始、関東1925年8月10日。 地方鉄道駅名解消、関九1925年9月17日、台風、第21号による、被害状況等について国土交通省台風21号の影響による列車の運休区間について南海電気、鉄道、2017年10月24日、高野線の運転再開について南海電鉄、w w w n a n k a i c o j p 2018年4月4日閲覧。高野海域駅舎ホテル。ニッポニアホテル中野山山系鉄道オペレーテッドバイ。キリンジについて。南海電鉄。2019年10月20日閲覧。AB ハンドブック南海2020鉄道事業。高野山系道の外観。和歌山県教育委員会。2020年4月5日閲覧。高野海域ホームに。 南海思い出ミュージアムを設置します。ありがとうございます。